皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋隆子です。本日のテーマは、私って教室業に向いてますかという質問にお答えします。というテーマです。はい。えっ、ー、とですね、まあ、あの、最近ですね、まあ、おそらくなんですけれども、えー、私って教室業に向いてますかとかっていうご質問をされる方数人にお会いしたことがありましてですね、 あのー、まあ,あぶっちゃけですねおそらく女子的な感覚から言うといやそんなことないよあなたには向いてるよとかって言われることを期待して私に聞いてるのかもしれませんけれどもあの申し訳ありませんが私はそんなに優しい人ではありません。あのー、なんて言うんですかね。 あの教室業に向いてるかどうかっていうこととかをね、まあ、そもそも聞いてくること自体がどうなのかっていう話も含めてですねあの、まあ、そういった疑問に対して私がどういうふうに考えてるかという見解を今日はお伝えしたいというふうに思っています。 えー、当然これは私の個人の見解なので人によっては違う答えもあるだろうし人によってはその人が望む答えを出してくれるのかもしれませんけれどもまあまあ,あの私はそういう見解で考えるっていうことをお伝えしたいというふうに思って今日の動画を撮っております。はい、それれれででででではすすすすねねままず早速なんんけけどどももお、えー、お答答ええししとと言っていいるので、まあ、お答えしたいと思うんですけれども、ね く予想はつくかもしれませんけど、ね、えー、っと「私って教室業に向いてますか?」っていうような質問をしてくる時の背景が、まあ、例えばすでに教室業をやっているとか立ち上げていて集客とか今一つうまくいかなくってこの先どうしようか迷っていて教室業を続けるか続けないかとか、まあ、そういうところで後押しが欲しいようなケースの場合に おそらくくこの質問が出てくるんんだと思うんですよ「私って教室業向いてますか?」って言ってねでまあここで、まあ、考え方として2通りあるんですけれどもまあその「向いてるよ」って言われればその言葉を信じて頑張れるタイプもいると思います。うん、だけれどもじゃあ例えば私が「向いてないよ」というふうに言ったら「諦めるんでしょうか?」 とということを私は一番最初に聞きたいっていうか聞いてますけどね実際にねこの質問をしてくる人には。私って教室業向いててますかって言われた時に私が開口一番言うのが「じゃあ私があなたは向いてない」と今ここで言ったら「あなたは教室業をするということは諦めるんですか?」ということをお伝えしています。 ここで私が言うんだったら諦めるって言うんだったらまずその人は教室業なしは先生になるっていうことは無理です無理だってあの教室業に限らずですねサービス業全般人に何かを提供して喜んでもらう職業を選ぶ人っていうのは情熱がないと続かないですようん 情熱っていうのはだから自分の時間をそこにあてがうっていうそして誰かのために働くみたいなもちろんそれは自分が楽しいことが大前提なんですけどね私の場合にはですけど、はい、そうするとその時に人に言われたからといって諦める程度の情熱のものであればそれは成りわとしておそらく成り立たないです。だから教室業じゃなくて で例えばパンとかお菓子とか料理とかを教えたいんだったらボランティア的な感じであの敷いてる人とか近所の人とか教えてっていう人に、まあ、材料費とかレベルで、ね、もらってやればいいだけのことなんで教室業とといいいううなにすする必要がないということです曲がりなりしもなりわいにするっていうことは、えー、商売として成り立つ状態を作っていくっていうことになるのでそれは。 あのど,どの段階でどううまく軌道に乗せるかっていう話は別としていきなりうまくいくわけがないわけですよね。で停滞してるから投資が欲しいんだったらその向いてますかっていう質問じゃなくて今こういう現状でこうなんだけれども私こういうふうにしようと思ってるんですそれっていうのは売れそうですかとかね <laughs> そういう質問の方が嬉しいです。で あの売れるか売れないかはこれまたやってみないとわからないんですが確率論として私が持ってるデータと経験値から売れにくいと思うとか売れると思うとかっていうことは伝えてあげられるんで向いてるか向いてないかっていうこの質問が実はとても意味がないっていうかまあナンセンス無意味な質問だっていうことを本当は知ってほしいんですよ。だって私があなたの未来を決められるわけではないからです。 あのその質問してくる人の未来をですよだってどれぐらい伸びしろがあるかなんて本人が死に物狂いで頑張ったら全然できちゃうかもしれないしだからそれを聞いたら頑張れるって言うんだったらやっぱりちょっと甘いなあっていう感覚ですね。自営でや仕事をやっていくっていうのは自分で自分の心を律してですね前に進んでいかなくてはいけない部分もあるんですよ。だから あのだからコンサルタントに頼ってるんじゃないかという方もいらっしゃると思うんですけれどもそれはそれに合った人を選ばないといけないですあのい,るいらっしゃるんですよちゃんと並走型のコンサルタント、えー、と褒めて褒めて褒めて伸ばすタイプですであの私ももちろんできていることは褒め,てる褒めますしできてないことは改善案をアドバイスします だから褒褒褒めて褒めめててて倒すすってことは基本しないですあの事実としてそれはどうなのかっていうことを伝えていく形になるので褒められたいタイプの人と私は基本的に相性が悪いです。 はいこれはだからその人が違うコンサルタントを選んでいただければ済むだけの話なのでできてようができてないが褒められると伸びる人とかっていうのもたまにいるじゃないですかそしたらその褒めちぎるコンンサルタントと一緒にやった方がいい,い,いんです私は申し訳ないですけれども心にもないことは言えないのであの心に思ったことは言えるんですけど心にもないことは言えないんですよ。だから いけなさそうなのに、大丈夫、あなたならできるっていうことは言えないです。ただ、未来に対しての保証とか読み込みは難しいんですよ。だってその人の伸びしろとああやっていける実現能力っていうのは、その人自身が本来は知ってるべきものだからです。私がダメだって言ったって、本人に情熱があってもう絶対にやりきるって決めるんだったら、 できちゃったりするんですよだから別にダメだとは言わないだから未来のことをあの聞かれてもですねあまあ、向いてますかっていうのは未来のことに向かっての話と思うんですけれどもあの正確な答えはそれは私には分からないっていうのが本当は正確な答えですただし、えー、思考の傾向としてそういう思考を持って私に質問してくるタイプの人は自独立自営の自営業には向かない そういいのはは経験値上分かっているるれは伝えることはできますあの私もですねあのコンサルタントにね自分のコンサルタントに、えー、こういう授業をこういうふうにしようと思うんだけれどもっていう、まあ、例えば思いを伝えるとするじゃないですかそれはそれが私に向いてますかとかいう質問はしないですよだって向いてないって思うんだったらやめればいいし向いてるって思うっていうかやりたいと思ってそれはきっとできると思ってるからやるわけで。でそれを相談した時に 反対とは言わないんだけれども経験値上ですねそれはちょっとどうかなって言われる案件とかあったことありますよだけれどもそれをやるかやらないかは私が最終的に決めることであってアドバイスはいただきますなるほどそういうリスクがあるんだ あ、じゃあそこ気をつけようかなっていうアドバイスいただくだけど、やりたいか。やりたくないかを決めるのは最終的に私なので、私がやると決めればやればいいだけのことで、時間軸がずれる場合があります。例えばあの割とこう,こうだなって思うものは割と簡単に。 ううまくくかかせるような勘とかは働くんですけれども一番かかったのは電子書籍かな1年半ぐらいあの授業化するのに時間かかりましたけれどもねそこからポーンって伸ばすことができてるんであの勉強の学びとかの学習代とかも別にもともとれてるしちゃんと収益化できるような授業にすることもできたんですが実はこれコンサルタントからは反対反対っていうかおすすめしないって言われて。 案件だったんですよだけど私は絶対にこれは必要とされるとかあのその人にとってはきっと喜ばしいことあとは何しろ私がそれはいいと思ってるからやっぱりやりたいとか思ったんでまあ押し切ったっていうか押し通した形になって結果うまくいってますけど結果うまくいくってこれ結構大事で結果なだけなんですよね。 前にも一度ノーベル賞をね取った吉野さんでしたっけ20年くらいずっと、ね、会社の費用を使いながら研究開発してやっとノーベル賞を取ってっていうでもそれは世の中の人の役に立つっていう信念と絶対に自分たちはできる、まあ、チームでやってたらしいですけどね信念がなければ20年もノーベル賞を逃しながらでもずっとそこを目指すなんてことできるわけがないじゃないですか。 だから、時間軸はずれる場合があります。だから、果たして私って向いてますかっていうのを聞いてくる人は何年頑張ったんですかっていうことをまず私は第一に聞きたいです。何年頑張ったんですかって。もちろん努力の方向が間違えてればそれは身にならないことも多々あります。まずはね、何年頑張ったかっていうその長さとあと深さですね。 どれぐらいその本当にじゃあ教室業に向いてるか向いてないかを自分が判断するほど教室業っていうものにのめり込んで没頭してやりきったかどうかっていうことも私は聞きたいそうすると大抵の人はそれ両方できてないですよせいぜい1年ぐらいとかですよ向いてるか向いてないかとかね質問してくる人ってだって売り上げが上がらないわけだから あのー、不安になるじゃないですか。それが旦那さんと約束していることなのか、家にお金を入れることなのか。わかんないですけど、全然売上も上がらないし、生徒さんも来ないって言ったら。向いてんのかなと思う気持ちはわかります。例えば一年だけだったとしても。でも、その一年をどれぐらいがむしゃらに頑張りましたか。っていう話を聞くと。まあ、大抵やってないですよ。 やってないっていうのが本人のやってるっていうのと世間がやってるっていうやってるのギャップが大きすぎるんですよだからまあ、ある意味世間知らずといえばいいしある意味あの守られて生きてきてるっていう感じだからサラリーマンとかパートはそこに行けば、まあ、言葉悪いですけどそこに行けば一応お金もらえるじゃないですか独立自営ってそんなことないですからね 自分がきちんと目標を立ててきっちりそれに向かって動くっていう時間管理も行動管理も両方できないと結構難しかったりするんですよね。で自分がやってるって思うようより人が普通にいっぱいやってたら全然やってないことになっちゃうんですよ。だから自分の価値基準ってそこではあんまり意味がなくて。 私はじゃあ例えば文章を書くのがすごく苦手でブログとかも一1ブログ書くのに四時間かかるんですだから一ヶ月に三つしか更新できませんっていうことだったとしても世の中に見えてる事実っていうのはブログ三つしか更新してないこれが世の中に見えてる事実です例えば文章が苦手だろうとブログを書く時間1時間20時間かかろうとも誰もそれは評価してくれなくて 表に見えてる。その実情と内容だけで基本人は評価をします。これ残酷な話ですけどね。あのー、コンサル生産、私のコンサル生産はやはり何が苦手かにが苦手っていう方いらっしゃいます。そうすると当然同情というか頑張ったよね。という。この伸びしろに対しては評価はしますけど。 世間的にそれはどう評価されるかっていうと自分がどんなに頑張ったって言っても要は3個だだだけけブログ上上げただけだよね以上っていうこれが事実なんですよねでもその間にじゃあ例えば毎日ブログを上げてるとか毎日インスタをね投稿しててとかいう毎日きちんとやってる人っていう外向きの発信ないし何かができてる人に比べたら3つしかできてないのか30個やってんのかっていうこの明白な違いが世の中の人には見えるっていうだけなので。 大抵そのうまくいってない何しはあその集客ができてないっていうタイプの人は行動量が圧倒的に少ないけれども自分は頑張ってるつもりこれね残念ながら相対評価なんですよ教室業とかサービス業とか全般的にもっと頑張る人がいたらそちらの方に目が行くのは世の中の道理です。 だから、うん、教室業の中でもニッチなもの要はあまりこうみんながまだ注目はしてないけど需要があってかつライバルがいないっていうここを目指すことができると少ない努力でポーンと上に上がりますでも大抵皆さんが今からでも目指そうとする頑張ろうとするのは例えばパンならパンですね山ほど教室ありますお菓子教室も山ほどありますお料理教室も山ほどあります だから今は情報のの時代になっっちゃってるので、その中で必要な人が必要な状態で来てくれるっていう、まあ、その状態をどう作っていくかっていうのは、まあ、自分をきちんと見つめ直す必要があるのでそれに見合っった努力をすするかかしなないかっていてうことなんですよね。だから向いてますか向いてませんかとかを聞く以前の問題であのこういうふうに努力をしてるけどこれで合ってますかって言われればすごく前向き。 で答えてあげたいんだけど向いてるか向いてないかって言ったらもう向いてないですよって言ってその場で諦めてもらってもいいかなと思うぐらいの感覚が私にはあります。あのー、だってそういうふうに思うっていうこと自体でもう自分軸がすでにないじゃないですか。あー誰かに言われたからやる誰かに言われたから諦める。 これれだと人のの意見に左右されていいるでで自分がななじゃないですか。私が無理だと思うって言っても「いや私は絶対にやりたいんでやります」って言い切ってくれれば「あそうなんだ」とかね思いますけどだって私は将来に向かかっててななんて否定はできないから、過去から現在のその人の姿から想像することはできるんだけど未来は大逆転するってその人が決めればそこまで私否定することはできないからだから無意味な質問だっていうふうに 向いてますかっていうこと自体が未来の自分の可能性を自分で潰すんですかっていうことだってそんなのを自分が決めればどうにでもなるっていうふうに思ってるし死ぬ気になれば何でもできるし大抵そういう方はあの家庭環境とかも恵まれているし大抵旦那さんの協力も得られてるケースが多かったりしてますね。だから 自分で迷ったり悩んだりする時間とかお金とか経済的余裕があるる感じになってるんですよねだってねこれがもう本当にお金がなくて明日食べるものもないとか言ったら向いてる向いてない以前の問題で例えば他にももちろんお金を稼ぐ方法はあるんですよあるけどどうしても教室業でお金を稼ぎたいって言ったらそれに見合う努力を。 もう寝る間申しんで多分やるはずなんですよねだからその悩みを持っていること自体の時間を持っていること自体贅沢な悩みだなというふうに思いますだからあの答えは簡単です決めればいいだけなので私は向いているというかや,ってやりきるって決めれば当然向いていることになるし やれないなって思うんだったら向いてないっていうただそれだけのことなんでこれは人に聞いてどうこうするような問題ではないっていう物事の本質がずれてるということを知ってほしいんですよねだからあの慰めてもらいたい人に慰めてもらう分には全然いいと思いますよあ友人とかでねわかんないけど。 あの私って「教室業向いてるかな?」って言って親しい友人とかが「えなんとかちゃん教え上手だしあの絶対に向いてるよ」とかいう言葉で自分が自己満足するんだったら言ってくれる相手をちゃんと探して聞いてみればいいと思いますよ。うん、だってあの無責任だからそれに関わらない人は。 あの友達が駄目だって言ってるんじゃなくて無責任に発言できる人は無責任に発言するからそれを耳障りのいい心地よい言葉を言ってくれる人っていうのが自分は分かってるんだったらその人に尋ねればいいだけです、はい、あの私は別にその人にとって耳障りのいい言葉とか居心地の耳心地がいい言葉を伝えてあげる人ではなく客観的に引いた目で。 こう思うう思よっていう、まあ、ある意味真実に近いんですけれどもそこは私の感情論の問題ではなく経験値とデータのところでのこうかなっていうところを伝えるっていうだけのことなのでその人自身の素養として人格を否定してるわけではないんですよ。あの向いてるか向いてないかっていうそういうレベルの無意味な質問、うん、将来のことは私が決められないからここ分かってほしいんですよね。 でも多かれ少なかれその質問をしてくる人は8割傾向いてないです、うん、自分で人生をつかみ取るっていうことを覚悟できない人だから自営業っていうのは自分であらゆることをね決めていかなくちゃいけない事業体というか職業なのでそれを誰かの判断に委ねながら生きていくっていうのはやっぱり自営としては向いてないなっていう感覚はありますはい ということで、えー、まとめますと、えー「私って教室業に向いてますか?」というこのご質問のお答えですけれども、えー、それは私が決めることではないという <laughs> すごく、あのー、単純なお話です。あなたが向いてる頑張ると決めれば向いてることになるし向いてないというふうに思うんだったら向いてないということ。ただ多かかれれ少なかれ えー、その質問自体を思うっていうこと自体で本来は向いてない方の割合が高いですっていうことはお伝えしていきたいと思いますちょっと今日はね辛口系のコメントを出させていただきました、えー、耳が痛い人は耳を塞いでいただいても構いませんがあのこれ真実だと思いますのであのちょっと心して聞いていただければというふうに思いますそれでは